手塚山ハウンドカムの上園です。本日は当店手塚山ハウンドカムをご紹介させていただきます。では早速お店の方に入りましょう。入っていただきますとすぐに当店で人気の生肉、こちらの方ラインナップさせていただいております。あちらの方に、ハーネスですね、お洋服みたいに着ていただけるハーネスやデンタル用品などもラインナップさせていただいております。こちらは無添加のおやつずらっとラインナップしております。あそこにいるのは当店の看板犬の岩手ですね。岩手もう少し愛想してね。はい、本日店舗担当のトリマー川岸芽衣ちゃんです。じゃあ早速川岸さんにインタビュー、川岸さんのおすすめの商品っていうのはありますか？はい、こちらの歯石クリーンプロになります。当店ではデンタルケアをしているというのもありますし、やはり一番はお客様のからの声が多いのでこちらをお勧めしています。なるほど。川岸さんのが、トリマーになったきっかけっていうのは何ですか？はい、動物が好きでよく動物の雑誌を読んでいて、その中でペットエステを知ったのがきっかけになります。なるほど。川岸さんの、将来の夢って何ですか？はい、将来は今でも部分的にペットエステをさせていただいてるんですけど、独立させたペットエステをお店でやっていけたらなと思っています。なるほど。じゃあ一緒に頑張りましょう。はい、はい、じゃあ、今度はトリミング室に潜入したいと思います。チーフトリマーの岡本美咲ちゃんです。こんにちは。こんにちは。ソルト君です。はい、それでは早速岡本さんにお話をお聞きしたいと思います。当店のトリミングの特徴っていうのを簡単に教えてください。当店のトリミングの一番の特徴は愛犬の健康を考えたスーパーヘルストリミングというものを行っておりまして、トリミングの全コースにマイクロバブルウォッシュを導入しております。それとあとはデンタルケアコースなんですけども、無麻酔の歯石取りのコースも自慢のコースになっております。なるほど。ちなみになんですけど、トリミングをしててワンちゃんに噛まれたことってありますか？そうですね、最近は減ってはきたんですけども、専門学生の時はやはり対応が未熟なものでカットしている時にしっかり噛み締められたことがあって、右手のちょっと手のひらの方が貫通しかけたことはあります。いやそうですね、痛かったですね。逆にトリミングのやりがいっていうのはどうですか？そうですね、実際に一から自分でお客様に対応していくんですけども、カットどういうものがいいかとかそういうことを聞いて、実際にそういう風に仕上げさせていただいて喜んでいるお声を目の前で聞けるっていうのはすごいやりがいがあって、あとはワンちゃん一人一人もすごいいろんな性格の子がいてるので、毎日面白く楽しくさせていただいてます。いいことですね。はい、じゃあ一緒にまた頑張りましょう。はい、じゃあトリマーチームの皆さんでした。はい、それでは、2階の方に進みたいと思います。2階の事務所になります。はい、それではちょっとスタッフにお話を聞きに行きましょう。はい、じゃあウェブ担当の、笠原さんです。ちょっとお話をお聞きします。ここではどんなお仕事をしているんですか？はい、ホームページの作成やあとお客様からいただきましたご注文の対応、そして、ワンちゃん猫ちゃんのご相談などを受けたまりしております。なるほど。はい、ちなみに笠原さんはワンちゃんと飼っておられるんですか？はい、飼ってます。ペキニーズのコマメという、はい、ワンちゃん飼ってます。あ、そうなんですね。はい、ちなみに隣の席の、マシルココアちゃん今日出勤しております。なるほど。はい、たまにこうやって、はい、スタッフ犬も出勤しております。犬好きの集まりなんでね。はい、じゃあちょっとついでに、スタッフの方のご紹介を簡単にさせていただきます。あちらに見えますのが、社長の川瀬です。
でこちらの目の前にいるのが、部長の松下です。でその隣がウェブの、フサです。その次、あちらの後ろを向いている早波さん。早波です。で、あちらが、関さん、はい、関さんですその向こう、ちょこっと顔を出してます。新野です。その隣、菊池さん。こういうメンバーで、やっております。はい、3階の冷凍出荷倉庫にやってまいりました。はい、佐々木さんです。佐々木さん、じゃあちょっとお話をお聞かせください。ここではどのようなお仕事をされてますか？お客様の、冷凍の商品の発送準備をしております。なるほど。はい、商品内容によりまして、こういった生肉の説明書だったり、新聞だったりした同梱物を一緒に入れております。はい、わかりました。ちょっと冷凍庫を見せていただいてもよろしいですか？どうぞ。こちらになります。寒そうですね。ここ何度あるんですか？はい、こちらマイナス20度になっております。わあ、寒そうですね。はい、いつも寒いんで真冬の格好をしております。そうですよね。はい、なるべくたくさんの在庫を受けまして、即日発送できるようにしております。ありがとうございます。じゃあそれでは次は4階の休憩室に行こうと思います。はい、ここが、4階の休憩室&ミーティングルームです。まあ、みんなここで、ワイワイお話ししたり食事会したりとか、そういうミーティングしたりとか、ここでコミュニケーションをとってます。で、こちらテラスで、で、ここワンちゃんとスタッフ犬とうろうろしたり休憩したりとかいう感じで、ここでバーベキューしたりとか、みんなでコミュニケーションをとってます。手塚山ハウンドカムは皆様の愛犬愛猫が元気に20歳まで生きるためにを応援している会社です。来店お待ちしております。